じゃあとりあえずね、えー、今日11月の、えー、と10日か。日ですね動画撮っていきたいと思います。まあ、とりあえずね、おいけば、えー、水曜日の出走表ね全部出ましたんで、動、え、画、ー、撮っていきたいと思います。えー、おいけば、開催の3日目の面談十11教室を。えー、ちょっと待ってくださいね。<laughs> やべえ、バグった。<laughs> ちょっと待ってくださいね。えーとね、第何回か俺知らないんだよな。まあ、敗戦攻撃の S1 になってからまだ2、3回だと思うんですけど、まあ、まだ、あの、古いとからいくとね、まあ、結構あれがないおなんで紋別があるんだ お、そのエリザベスで始まった。今何分あ、三十九分。ちょうどエリザベスか。マイヤー。え、とりあえず、こちらですね。え、開戦の2日目、です。ザベ競争。え、重賞、全日本二0優勝トライアル。二歳チャンピオン、南優勝2001、第十四回、ハイセイコーキワンえ、距離千六百メートル、うん、まま入りましたね。十四頭ということで、え、一応フルゲートは入ってない感じが。え、ヒンバいますね。え、一番、ハッピースパイル、ミカムトルヒン、54番、ホラえ、ホラセロか。え、バカガズバサ五。え、三番、マママカマカロニ、え、中五十五。四番、カイル、バヒえ、高井井口五十五。 5番ミネソタ、町並木55、6番マロス、ホンダマサジゲ55、あとヒンバいるいないか。まあ、これ、ボバね55、えー、ヒンバー50の定量戦でございます。えー、6番マロス、ホンダマサジゲ、7番ナックファラコン、タシロリュウジ、8番ノブレスノ森田イト。9番イルベント、岡村ケン10番ミスターブラスト、石崎春、11番ミゲル、西シケタ、12番、ジュンプルムーンえー、ジュンプルムーンか。えー、元橋コータ、13番キャスルウェイウ、中野勝馬、14番サブノリオマ、ハリタ・アキラ、以上、えーいうことで、<laughs> え以上、14と2と争われます。 そうですねまあでも本当に結構5華メンバーって感じのもあはらしいすみまねまずハッピースパイラル。そうですね。まあハッピースパイラル自体そこまでね悪くはないって感じですかね。一応まあ新馬戦勝ってからまあ前走ちょっと負けたって感じですね。まあただ、そうですね。先行型で戦に勝ってからね。まあ一応まあ1400だとね、外枠不利な競馬場なので多いは100%。 まあ、その辺においてね。まあ、でも一応7番手から3馬進圏内でね。中段からまあ2着入ってるだけ。まあ、結構、量化できるのかなと思いますね。まあ、内枠入りましたんでね。先行するのか刺すのか。ただ、ちょっとまあ、内枠なんでね。まあまあ、ちょっと前が詰まっちゃうとなると、うーん、差しは厳しいのかなと思いますね。一応、先察しで打っときたいと思います。で、そして2番がフォラステロ。えーヘニーゲーズタンクの、話がゴルダリルが。<laughs> なるほど。この辺そういうことか <laughs>。内枠同士で争わないといけない、ね。 えこちらまあ新馬戦、えー、勝ったもののまあ2戦目、えー、門別でまあ2着と。で、その後まあ、そうですね。まあ、一応、移籍初戦が、まあ、堂々勝ちと。まあ、そうですね。ただ、門別の1 0 0 0ルのね、新、えー、馬戦にしては1分3秒かなり遅いのかなと思いますね。まあ、バタイジャーその後、まあ、えー、まあ緩いローテーションで、ね、まあ、プラス4キロえー、そして、まあ1ヶ月使わず使、まあ、11月使って、えー、プラス3キロと。まあ、そうですね。そこまで悪くはないのかなと思いますね。 まあやっぱり同エえばなんでね。まあ確かに7月の同エだとちょっと遅いんでね。デビュー的にはもう早ければ5月にデビューしちゃった馬。もう6月で7月ね。まあ賞金化させれば重賞ポップ起きますんで。まあ特にモンベズの場合はね、中一の馬が。まあよくて、まあ早ければ中一。まあ普通でも中に中三っていうのがあるんで。結構ここまでローテ同エヴ同様なかなか珍しいですからね。ただそうですね。まあー人ズなんで悪くはないと思うんですよね。まあ一応、まあただ、ーガズもね、どちらかというとそんな中距離持つタイプの馬ではないんで。まあそうですね。この辺でどういう競馬になのか。一応戦後取っておきましょうか。 えそして3番、まんまんまマカロニ。え、ま前走かわせ、え、ごめんなさい、鎌倉記念で不甲斐ない系だと。まあそうですね、スタートちょっとね、まあミスって、まあ包まれた結果、馬がやる気なくしたのか、まあそれでも一応2着圏と。まあでも、そうですね、勝ったのも、うん、まあまあ、え個人的にはね、え美味しかったのかなと思いますね。まあ結構つきましたからね、4番人気買って。うん、そうですね、まあ今回、やら高い木がね、まあ継続基準ということで、まあ確かに北海道の全国好きなんですけどね。 ね、俺はやる高い嫌いなんで、えー、本命にしたいと思います。まあ死ねたまではさすがに言いませんけどね。あの生きるあてゆまいちあの生きる価値のあてゆまいちごみたいなと違って。えー、そして四番帰る。えっ、ー、と、前走あれかな船橋の勝ちの方かな多分。上ごめんなさい、ずっと言った。えっ、ー、と、鎌倉記念か。あ,らあら、そうね。剣道健常にカップっていう、モンビあの、鎌倉勝ってんですね。まあ、ただ一応ね、えー、まあ、こっちでデビューして、まあ、一応、せ、まあ、でもそこまで着差的なねまあ前走の剣道健常にカップか。まあ、一応、いい。 まあ、そうかね。特にか、まあ、でも、岡部が乗ってるんでね。まあ、意外と岡部もこっ,てこっちの馬の高槻とかさ、まあ金沢に行くときの馬って、結構乗ってるんでね。まあ、六層建てか、だいぶすごいのが7秒ってぶっち切られましたね。畑中伸二の馬。お大見るな。<laughs> まあ、悪かねえか。まあ、ただそうですね。まあ、やっぱり、どういうのがかかったん、ねまあ、でしょまあ、金沢場に4馬身負けてますからね。 ちょっとそこは不甲斐ないのかなと思いますね。ねちなみに俺今日金沢に行とね、え気になっていましてますんで。ああ、なるほど。こちらも同営組か。<laughs> そらついしばい。ラブミちゃんに勝ってるから、そらしょうがないわな。逆にもう、あの、あどうそうか、もう一応、そうですね、同営が終わった後、金沢、あの、何回全然の、確か難関ってね、50万だかなんか賞金あればね、ね一応移籍できるルールでルールあるんですよ。そうですね、移籍しばらいはあったんですけど、何も持ってないですね。 まあ、ただ帰るそうですね。まあ、当然ゲットなんで確実な。まあ、悪くはないんですけど、どこまでいけるか。まあ、前走鎌倉記念が、えー、5着か。まあ、一応、ガス欠にはなるんですかね、早めの。うん、正直ちょっと 3, か3着固定の、まあ、そうですね。穴と見て勝負しましょうか。えー、そして5番がミネソタ。えー、こちらの北高田山さん、978がキングヘイロー。えー、前走平和賞でガス欠と。まあ、そうですね。一応、まあ、3番手で、まあ、1 0え二2つ買ったんですけど、まあ、船橋、こんなーでてがダメだったのが、まあ、早早早い離脱と。 まあ、ただ、どちらにしてもね、ちょっと不甲斐ないと思いますね。まあ、今回、このメンバー相手なんで、正直、除外しましょうか。えー、そして、6番がマロース。えー、名称ホーラーのアグネスティッチャルか。うん、まあ、同詠フレッシュチャレンジ、えー、まあ、1分10秒か。まあ、その後え、え、勝利戦勝ってアタック勝って、まあ、住所で見ると、一応、まあ、札幌クラシックカップが、えー、一応、これはえー、h なんか。えー、パイロショーか。うーん、面白いね。<laughs> 面白いねでしょ、出ました。シャンプリクが、これで勝か。八十万。 あそうですね。まあ悪くはないと思いますけど、まあ、やっぱり童謡なんでね。まあただやっぱりこの千棚使ってきてるんで、まあ童時代。確かにね、名称ボーラー、そう、でも名称ボーラー意外と、ンク的にはだとトうまりないんですよね。まあただ一応千棚でもまあ七馬神、三シ神、七シ神圏内なので、まあ七い神か。まあ悪くはないと思うんですよね。まあ特にこの場合差し切れずって競馬になるんで、まあただ一応前走をまくってますね、どっかで。 そうですねバックストレートでまくって、まあ、ちょっとコーナーで垂れたけど、まあ、そのまま大エンジでなんとか伸びたって感じなんで、まあ、ちょっと怖い競馬ではありますね。そうですね。まあまあ、一応でも、うん、まあまあ、悪くはないけど、一応、戦争しとっておきましょうか。えそして7番が、えー、ナックファルコン。スマートファルコンの池のナイン。なるほ8ジェリカ、えー、ゴールドジェネは5着か。ねまあ、1600で一応、まあ、新馬戦勝って、その後2着か。 まあ、特選前線も勝ってるんでね。まあ、まあ、悪くないですね。まあ、特に一応、そうですね、2番手からえ勝って、まあ、逃げて2着と。そうですね、まあ、どこまでこの重賞メンバーにいけるか、たまに達白隆二重賞で変な競馬しますからね。そこはちょっと不安なんですよね。そしじゃ、1番がノブレスの、まあ、多分今回一番人気になるでしょう。えー、ごめんなさい。えー、マカロニのきか。当選ブライト当選こちらもまあ当選と。さっきからなんですね、当選って、冠目つけないことが増えてきましたね。<laughs> まあ、一応ね、えー、4連勝で、えー、まあ、鎌倉県は、まあ惜しく、お島さんちゃん。 そうですね、まあ、こちらも一応森田とか乗りますんで本命にはしたいと思います一応逃げておきましょう、えー、そして9番がイルベントストロングリーダーなんか俺とありるかうん有限会社ージャー。へえ面白いねそういう話あるんだ、まあ、一応大井でデビュー組の、えー、3着1着いるんですけどまあそうですね珍しいのは岡村健治ってここまで船橋の騎士なのに大井でストレートに乗るってなかなか珍しいですねああ意外と今年春なんですね まさかの地元より多いの方が乗ってるんですね。移籍したらーっていいれ思いですね。<笑><笑>まあそうですね。さあ前走もやっぱり、えーまあ、逃げてね、長寿ち散ったのはまあいいかもしれませんけど、まあ、前走4番手から伸びきれなかったんで、その辺がどうなのか、まあ、ちょっとスタートにムラがあるんでね、えー、正直岡村健二で重傷ってなると、まあ無理でしょうね。3、まあ、着固定の穴と見るならこちらも十分って感じかね、えー、10番、ミスタブラソウ、えー。ベーカバトタさん軍の話が3でさえですか。なるほど、なかなか面白い結た。えー、デビュー戦かって、まあリバーサーえー、これ、あれか。 まあ、特急戦2着、そして若武者賞、えーまあトライアル戦4着、えー、そして前線平和賞3着と。まあそうですね、ここまでめっぽ追い込めなんでね、まあ確かに石崎新氏追い込め強いんでね、ただまあ多いの内,、えー、内回り。まあ特に今現在はね、雨降ってないので、まあまあ追い込めなくはないと思いますんでね。まあ悪くはないかなと思います。えー、そして11番が逃げる。えー、どれがどれなんだろう。まあ一応こちら戦するんあれか、当然の一途の方か。まあそうですね、スズランデューユーは逃げて勝ち、えー、逃げて2着、で2番手3着で、えー、中段から勝ち、で戦争差し切ると。 まあただ一応、平和賞に関してはね、勝った馬がまあ同じ同額の当選だったんで、まあ、それはしょうがないのかなと思いますね。賞金的に一応、ミエルがえ5着賞金加算せずに、65万なんで、まあ、ざっと見ると、そうですね、まあ、840万か。まあ、840万で勝った、あの、もう一人の当選。えライアンの方が、重賞食金1300万。 あそかこっちの方がもともと賞金が多かったのが900万なんでうんなるほどまあもう、まあ、悪くはないと思うんですよね着差から見ても、まあ、ま,だまあ4馬品圏内なんでまあまだ一発あるのかなと思い、ね、ます、あ、ねただやっぱり大いの1りで一発あるかって言ったらまあ、ただ微妙かなと思いますよねただ一応全然そう、まあ、大いの線に使ってますんでまあただ外回りなんですけどねまあそうですね一応差しで打ちましょうかこれは一応線差しが面白いのかなと思いますよねえそして12番えージュ,ンジュンブルーンか えー、金賞の話が分か話がしたけえー、まぁ、あ、デビューから元橋子とか。うーんー、まあまあまあ一応先生にか。まあ、金シ金ツなんで確かに、まあギリギリ先発ぐらいか、羽田ダぐらいまではもちろんなあテあストでもありますけど。うーんー、そうで先生に振り子まで勝ってるだけとしか言わないんだよな。まあ、一応先行で打ってみましょうか。ただちょっと今回のメンバー相手に距離延長が、まあ、どこまでいけるかか。そうで、すねゴーディスに行くからい、ね。で、えュー13番キャッスルブレイブ。まあ、やっぱりあのコンビか。 去年の無駄なダービーコンビですね。わー、ずいぶんの爆発。て、たぶん俺、平和賞の時めっちゃ敵するな。まあ、そうですね、一応、まあまあ、特許戦はね、確かに構動しましたし、JR2 っても一応3着ですただ、やっぱり前走の平和賞でね、まあ、差し切るずの競馬なんで、まあ、やっぱり、まあ、スタート的には、まあ、もともと村があ,るのがあるので、まあ、このような女会でいいでしょう。やばい、赤ペンが落ちて、落ちた。えー、そして最後14番、えー、サブの龍馬。たぶん、まあ、サブの黒龍馬とかの決闘になるんですかね、これ。 たぶんね、サブノの黒表で見たことあるんだよ、この決闘。ああ、もろ同じ決闘だ。本当に溶血だと、前決だと思わなかったわ。へ面白いね。面白いねってわれたけど。まあ、サブの評価、まあ、どちらかというと、そうですね。まあ、6時時2分のから、まあまあだから行っちうか。まあ、ただ、どちらかというと、まあ、新馬戦、1600、1600、1600、1600、ちょっとね、ムラがありますね。まあ、これは矢の高駅も、そうですね。まあまあ、かわいそうな気がしますけど。 まあただ一応、差しで金にそう、まあ特に不良側の内回り差しで勝って、まあ両側で2着ですかね。悪くはないですけど、まあ、ただそうですか、2歳戦になるとさすがに2000ってないんですよね。まあやっぱりサブロクラ表が勝ったのが東京記念か追い切なんで、まあどちらかというと2000、2400。まあ中距離をなぜかわからんに先行者が勝っちゃったんですよね。確か。でええー、こっちか。そうですね東京記念か。なぜかわからず先行しちゃったんで,でその時の2着間から活撃的と,とか。 もうあのまま結局、名古屋じゃもう負け続けますからね、今じゃ。まともに練習しない気がするんだよな。そうですね、まともに練習すらしないしね、完全に負け越してんじゃん。ああ、一時期強かった、あの活劇的とかもう終わった馬なんだ。そうですね、もう終わった馬って言い方は間違ってなく、そうですね。<laughs> 今、いくつ歳ああ、8歳じゃまだまだか。うん、まあ、直近中11月5日か。まぁ、あ、ちょ最近使ったばっかかか。うーん。 まあそうですね。って感じか。まあまあ。そうですね。桜のも逆に弾くと、お前、ひもで勝っていこう。まあ、どちらかというと、ちょっとね、まあ、早熟ってわけでもないと思うんですけど、まあ、伸びなかったんで。まあ、前決で、稲妻か、まあ、それ、龍馬か。面白いっちゃ面白いですね。まあ、母ちゃんが稲妻ってなかなか面白いけどね。そうですね。まあ、でも、差しなんでね、まあ、まあ逆に言うと、外掛けの差しちまだと、まあ、戦力だとね、まあ、うちのお前がって行かした後、まあ、中段かなまあ、そうですね。 中段のあたりで、まあ、外から、えー、まあ、そうですね。どちらかというと、打ち合わせというか、まあ、う、ま、ち、あ、にに二頭ぐらい貸して、まあ、こうなったらちょっと差さ、つきますけど、まあ、逆にここまで、そうですね。多いの千六百の内回りを振り向こう側でぶち,るぶち抜けるっていうのは、なかなかいいですからね。はっきり言うと化けますね。まあ、面白いのかなと思います。えー、以上古、えー、ごめんなくて古いん、ね、古いですね。というわけで、じゃあ、推奨がいきたいと思います。えー、まず本命はですね、えー、そうですね、ここはまあ、やっぱりえ八番のノブレツの、こちら第一本命でいきたいと思います。えー、第二本命、三番の、えー、早口言葉。 え、そして、そうですね。まあ、もうちょっとなんとか潰したいですね。というわけで、面白み込みでどの辺潰しましょうかな。そうですね。まぁ、あ、バカが嫌いなんで、えー、バカが潰しときましょうか。一応、先行場。えー、そうなってきますと、もう一頭ぐらい欲しい。というわけで、そうですね。まあ、個人的に、面白そうなので言ったら、ナックファルコンか。そうですね、ナックファルコン。まあ、12002006。まあ、まあ面白いと思いますね。一応、じゃあ、ナックファルコン、えー、面白みで本命ときましょうか。だけで以上の4頭潰し本命で2番手評価。 そうですね。まあ、ここ2番手悩むんですよね。個人的には、そうですね。もうこのレース、勝てるつもりはないので、まあそうです、そ特に今年 S1 だと、大花賞とか、まあ、結構勝ってますんで、大花賞しか勝ってないけど、俺、ダービー、あ、ダービー勝ってるわ。だから大花賞とダービー勝ってるから、ぶっちゃけこの辺の2歳戦負けてもいいんですよね。まあ、特に前走、川崎の2歳戦勝ってますんで、そうですね。年間正直言うとね、2歳戦はね、一生できれば奇跡なんですよ、俺の場合は。あそうですね。まあ、ここの遊びで、え、14番、ブノリ馬。えー、そして、黒三角3番でいいか。えー、こうちらどうしましょうかね。 まあ、面白みで言うと、そうですね。面白みで言うと、まあ、6番あたりか。まあ、ローズ。まあ、ロースか <laughs>。名称ボーラーなんで、その辺の距離規制的なのがね、ちょっと悩むんですけど。まあ、ただ一応、どうやって戦7 0ってまあ前5戦後で基地があってますからね。まあ、ただちょっと怖い競馬ではなです。まあ、ただ、モンベツも同じ右までなんでね。そうですね。まあまあ、マローズにするか。まあ、カイルにするか。 多分この辺にはなるのかなと思うんですね。ただカイロもね、まあ一応、まあゼースをかまくーまあガッツケしますからね。その辺がどうなるか。まあだから先行しちゃったら、多分カイルはご出所様って感じなんですかね。まあそうなると、そうですね、6か、まあ10か、まあ11か。まあどちらかと外枠にはなっちゃうんですかね。まあ一応若松市匠、まあ5着、まあ5着離されたら4着検討か。まあミゲルも一応当選の一頭ですけど。うん、そうですね。 まあ、正直12はね推奨しづらいんですよ。やっぱりこの短距離しか使ってない中で、まあどこまで距離延長できるか。まあ、そんなとキャッスルウェーブ推奨しかないんで、まあミゲルになっちゃうんですけど、まああんまり俺西シタ好きじゃないので、そうですね、一応今回まあ当選3投出しなんで、ね、まあ多分少なくとも、えー、国語教者の方が優先,優先にはなると思うんですけど、うん、ちょっと悩みますね。14推奨しと。まあそこは、三河としてもいいのか最悪。頻馬唯一の、唯一の頻馬。こう1点。そうですね、こう1点期待しても良さそうだな。 そうすね、ただねこの状態で1キロ差のマカロニ勝てるかってのはちょっと厳しいんですよね。マカロニとはね2キロ差半で勝ってねどこってくらいですからね。あれですよ、間違えちゃった。そうですね。まあそうなると推奨馬としてはいない感じになるのかな。まあ、1, かのののが1か6か、えー。11、10、12。まあ、しょうがないんでそうだな、まあ、じゃあ10番ミゲルにしよっか。あ,あごめんなさい10番ミスアブラストにしよっか。 えー、そして黒三角、えー、1番のここ、えー、1点、えー、それでいいかなと思いますね。というわけで3連単ですね。えー、3連単の3は今回買い目多くなります。えー、1番、2番、3番、えー、8番、えー、10、11、14。この7等は頭で2着に、えー、1、2、3。 7、8えーそうっすねまあ10111214えー、11 12 14で3着がえーまあちょっと等く,くなんですけどえー、1234678910あっ書き間違えた10111214えですかねちょっと書き間違えちゃって汚くなっちゃったんですけど はい、ワゴムが飛んだ。おおインが、まあ、ちょっとぐらい漏れたのいいや本当にワゴム飛んでちっと。近くにあるワゴムでいいか。まあ、一応そうですね、解明の3連打の解明は7.9で12点なので、まあ多分ほぼほぼ地獄なレースにはなると思います。えー、多分勝ち目はないですね、この競争に。一応、最初は、こちらのメンバー含めた7等プラス、えー、こちらって感じですかね。<laughs> まあこれだと解明的には24、24、6, 6や10点かける12。 ただ、45、12345、68、八0点かける N7 なんで、まあ、大体560点。まあ、この教授、確かに3年間5万円以上かっていうのは、まあ、地獄しかね。まあ、本当は、海面を半分に減らしたらいいんですけど、まあ、正直、例えば、ミスターブラストとか、まあ、この辺の人気ない馬は当たれば推奨しますんね。まあ、サブノリウはどうなるかわかりませんけど。ただ、そうですね、一応、サブノリウは、まあ、一応、まあ、悪くはないんですよね。まあ、そこまでおずも、まあ、悪くはないっていう。そうですね、一応、審判戦が一番人気になったらで、まあ、多分、決闘が考慮されたと思うんですけど、まあ、その後、左に負けてホイホイなんでね。 一応6番人気で勝って番3番人気なんでまあ今回16で見るとね一応まあトップ2頭がずば抜けてますんでね3番、8番あたりがまあこの辺の3発がえどうなるかまあそれ次第になりますんでまあ結構ね正直ね面白いコースにはなるかなと思うんですよね面白いコースか面白いレースには最悪はね多分ね本当に荒れるかガチガチでくるからと思うんですよ正直に言うとま,あまたマカロニとノブレスノアが負ける競馬になると最悪満州が余裕で出そうなんですよ1頭飛んだだけでも万馬券になりそうなんですよ三連単だと まあ、さすに3勝って、そうですね、俺個人的に人気つけるとしたら3勝った後、え、1番と、そうですね、11、14だったら、まあ多分、まあ1万2、3千円ぐらいはつくと思うんで、個人的に。まあ、誰が一番人気か、今回、経営としたかったら面白いんですけど。まあ、ただ、面白いレースになると思うんですよね、個人的に。まあ、そんなところかなと思います。あとは特段予想はないよな。ただ、この後のさ、この時期にさ、門別グランシャル賞って面白くな、ね、い確か、門別っても終わったよな。 なかなか面白いですね。<laughs> とりあえずまあ、川崎はありませんなさい。鬼が終わればね、実、ま、はあ、裏和なので、えー、裏和何だったかっ、ゴールドカップかな、確か。えー、確か次に、ね、ゴールドカップぐらいかね、確か年末で裏ゴールドカップなんですよね。毎年毎年。バカみたいに。よりによって、ああ、裏訳ねんか、次。今日なんじゃっけ今日14だから、ああ、来週の回は祝日なんだ。ということは出走日帳土曜日に出ますから、土曜日になりますね。ゴールドカップって。 あ、今 S1 なんだ。これ知らなかった。え、ゴールドカップって S1 なのあ、今年から S1 になったんだ。え、いるか、こいつ S1 って。いらなくねえ、これ S1 は絶対いらないでしょ。え、これだ、S1 にするな。勝ちまうから S1 にしようぜ。裏和はね、正直いらないやんの、お荷物競馬。まあ、お荷物競馬に見せていたい人は、まあ、<laughs> まあ、 うん、コメント欄で言われれば教えるわ。もしおもいさ。S1 で一応これでも賞金3100万。で、多いかわす。2200万かいや、だったら多いにしてあげようぜ。あかね、勝ちちだから、勝ち負けちくないだから、それだけちょっと、公平にはなるのかな一応まあ、いや、トレあえずンかなと思。まあ、と。まあ、と。りあ、えず一応全然実は裏分け年なので。そうですね、裏分け年、ね、まあまあ、たまに面白いろい競馬にはなりますよね。そうですね、どうなるか。 まあ見物かなと思いますね。距離4000かまあそうですねちょっと今年裏脇念貸してですねまあ JRn 少ないやつからまあちょっくらって感じでね、えー、そんなところだと思いますでまた次回どうぞお聴きありがとうございました。